皆様こんにちは。 レクセリコシの黒川です。じゃあですね、えっと、黒川道場ってことは二次対策ですね。二次対策道場のご案内になります。で、この5月にですね、ちょっと二次対策道場をやりまして、で、まあ、一次試験の、まあ、超直前期に入る前にですね、ちょっと今のうちにちょっと二次の本質をちょっとつかんでほしいっていう、まあ、このタイミングですね、ちょっとやらさせてもらって、ゴールデンウィークなんですけどね、ゴールデンウィークにちょっと二次対策道場をやりますと。で、内容的にちょっと二次の本質ですね、の論述の,あの基本をやっぱりこう、 しっかり仕上げておくとで事前に仕上げておけば、まあ、まあ一次試験受かった後にですねちょっと二次対策があの8月9月でやろうかなっていう時にですねあのそれが生きるんでちょっと早めにやあの二次対策ちゃんとあの基礎の考え方をですねあの極めておいた方がいいんですねこういう風にやるんだとこういう風にやればあの なんですかね、こう、があの合格に向かっては走れるんだっていう、そのきっかけとか、その道筋の作り方ですね、学習方法まで踏み込んでちょっとやっていくんで、ちょっとこのですね、あの、ゴールデンウィークこの二次対策、論述ですね、特に1,2,3の共通部分を、あの、やっていくって感じですね。 で内容的には、事例問題一つ用意して、で、それを、まあ 2.、2.5×2 コマですね。で、要は、1日。1日かけて、その一つの事例を、あの、噛み砕いていきます。普通に解いてもらって、で、そこから、まあ、事例整理シートって言われる、まあ、フレームですよね。フレームワークがあるんで、まあ、スウォット分析したりとか、その、要は、あの、予見文なり、説問文っていうのを、こう、噛み砕いて、整理してもらうという、ワーク、 形式でやって、でそれをですねあのディスカッションとかをかませながらあのいろんな人とですね意見交換してですねそこにまあ私もツッコミ入れたりとか、まあ、しながらねやってってでさらにはそのじゃあ一,一つの一問一問ですね質問ごとにじゃあどういうふうに答えるべきだったのかとかっていうのをこう、まあ、議論していくとか,かなり徹底的に考えてもらうとそれって、まあ、やっぱり一日かけないとできないですね。 なのであの通常やっぱ復習でやってほしいことをあのもう講義の中でもやっちゃうとで本来やっぱこうあるべきなんですよそうするとですねその本当のこうまあ事例企業のストーリーだとかもそうですし説問で聞かれてる意図だとかやっぱこういうふうに答えるべきだっていうところがやっぱ見つかるんですね見つかるところまでを講義の中でやってでそこを復習任せにしないと で普段の通常の講座だとやっぱりここは復習任せになっちゃうんで、まあ、皆さんがどこまで理解したのかっていうのはか分からない状態になっちゃうんですね。でそこまでやっぱり責任持ちたいということでこの道場をちょっと企画していて。でなのの、でそ 一人一人がちゃんと本質を理解するまで徹底的にやり込んで、で、それの上で最終的にじゃどう回答すればよかったのかという、まあバージョン2みたいな回答ですね、を作り上げてもらうというところまでやります。そうするとその作り上げた最終的に作ったバージョン2の回答が、もうほぼ、あの皆さんの中には要は模範回答になるんですよ。模範回答になって、それが指針なんですね。皆さんの手で生み出した、自分自身の手で生み出した模範回答が出来上がるんです そこを今度は次の当連で80分でそれが作れるようになればいいんであの通常の模範解答って講師が作ってるんですよねだ講師が作ってる模範解答を作れとやってもやっぱ無理があるとそれはやっぱり皆さんが自分の手で無理なく作れた回答で自然な言葉ですね自然な自分自身の言葉遣いで作った回答 それをあのやっぱりできるようにあるべき姿として作れるようにやっぱり持っていくっていうのが今回のこの講座の、まあ、コンセプト道場のコンセプトでしてでそれを作れることによって今度次のトーレに生きる。 ようになってくるんでこれを一発やっていくことによってあこういうふうにやっていくんだと二次対策ってやっぱこういうもんなんだとでここまで掘り下げてやっぱ考えることによって次に生きるんだというところですねそれがまあ今後の過去問学習とかいろんな答練とか模試とかですねそういうところにやっぱり生きるようになってくるんで復習の仕方もわかるようになりますし、まあ、二次対策ですねのまあご答案合格答案書くための超実践道場っていうことですね あのまあやり方が分かると二次の合格を一番最短であのやっていくためのやり方が人それぞれやっぱ違うんでそれが自分自身で気づけるようになるための道場って感じですかねまあそういうふうにちょっとなってるんでまあ共通の事例1・2・3共通の1台をちょっとやってやってもらってでまあ本質に迫るという感じでやっていくという感じですねであの実施校としては一応ですねあの 東京と、まあ、大阪で、まあ、2つという感じで、まあ、池袋と梅田ですね。 でゴールデンウィーク5月6日が池袋で5月5日ですね5日が梅田という形になっておりますんでまあなるべくこれはですねあのー、来てもらいたいと生講義ですねちょっとここに合わせてですねあのちょっと遠いんですけどみたいな方も、まあ、いらっしゃると思うんですけど通信だとなかなかそのあのー、1日かけてっていうところがちょっと伝えにくいところがあるんででディスカッションもやっぱしたいんですよねディスカッションしてですねよりあのいろんな業種の方とかとあの意見を交えながらですねいろんな多面的な 視点を学ぶっていう意味でも、やっぱりディスカッションしてもらってですね、やっぱりやりたいんで、まあ生講義にですね、なるべく、あのー、起こしていあのい、いらしていただきたいなという感じですね。なんで、ちょっとまあゴールデンウィーク、真、ま、っ、あ、ただ中っていうところで、ちょっとあの日程調整ですね、なんとかしてもらってですね、ぜひ来ていただければなというふうに思います。じゃあですね、えー、とご案内としては以上ですね。じゃあどうもありがとうございました。